偉大なる四季の律者様はこう思ったのです。まあいい、時代遅れの人たちの相手なんてしなくてもいいでしょう。早くこの世界を元に戻して次の世界に行かなければ。そう言って偉大なる彼女は指を鳴らした。意識面での合図とはいえ、すぐにはっきりとした効果があった。そのさっと触れるだけの動きとともに、世界の泡を覆い停滞させていた未知の力はこっそりと消えた。まるで彼女を恐れているようだった。その後、空気、歯車、静寂を保っていたあらゆる要素が再び動き出したのです。でも本当は全然違うんだよね。うるさい、まずは最後まで聞いて。もともとその場から離れようと思ってたけど、まさかあなたたちとばったり会うなんて。怪物が数体いるだけで扉も見つけられないなんておかしいでしょ。あなたも手伝って、ついでに実力の差を見せてあげなくちゃ。四季の律者、あんたはどうして。全部あの僕年人の潜在意識のせいだ。違う世界の人、しかも初対面なのに、フワは私の意見通りに力を使ってくれた。それについてはお礼を言わせて。フワ、ちょ、何度も言ったでしょ、そのダサい名前で呼ばないでって。あら、そうだったかしら。いいわ、じゃあ、あなたの好みに合うようにシキちゃんって呼ぶわね。シキちゃん？私は別に好きじゃない。そんな風に自分を呼んだことは一度もありませんよ。それが私の一方的な意見だと思ってるのなら、ここにいるシキちゃんはあなたたちの知人みたいだし、彼女に私の思考を読んでもらうといいわ。ふん、大した演技だ。私が来るまであんな絶望を放っていたくせに。ありのまま話しましょう。彼女は嘘をついていない。待って、だからその呼び方はやめてって言ったでしょ。子供じゃないんですから。つまりあんたが本当に必要としてるのは空の律者の力なんだね。でも今の状況を考えれば、その力を十分に活用するためにはしきちゃんのサポートも必要よ。ああ、なるほど。じっと見つめて、何？スーやアポニアがここにいるなら、私たちの難題は解決できるでしょうね。でも、精神感じ型の戦士がいない今。ああ、難しいわね。一体どこに行けば、都政の羽が見つかるのかしら。ちょ、わかりやすすぎない？彼女でもさすがに。嘘。待って、四季の律者、メイ博士の話はまだ終わってないかもしれないよ。ほら。うるさい、カセだって言うなら今から打破してみせる。四季ちゃん、もう一撃ちょうだい。もっと力を込めて。は？あなた変態なの？私の負けだよ。ここから出よう。まだ大事な用事が残ってるから。ふん、分かったならそれでいい。待って、今が大事な用事でしょ。誰があなたと勝負すると言った？まあ、もしあの僕年人と一緒にかかってきたってボコボコにしてあげるけど。分かった、そこから動かないで。そのカセを解くことができるかちゃんと試すから。多分その必要はないと思うよ。まずはここから出よう。さっきのメイ博士の態度は
適当すぎるって思ってたけど、彼女の本当の意図は私たちが考えてたものと違うみたい。ちょっと、出ると言ったら出してもらえるとでも思ってる？私の立場はどうでもいいの？ううん、私自力でここから出られるみたいだよ。は？何を？メイ博士、もうここから離れたの？彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して。今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。あなた頭がおかしいんじゃ。いや違う、二人とも頭がおかしいとしか考えられない。やったって本当にどういうこと？元凶で戦ってた時、私の精神があんたに削られたことによって律者の力の枷も弱くなったんだ。それに理由はわからないけど、退去剣気自身の力もあまり枷の影響を受けてはいなかったし、だからあの時あんたにもう一撃ちょうだいって言ったんだよ。そう、剣気を使って枷を回避するコツを見つけるためにね。そんなに簡単ならとっくにやってあげてるし、あなたが手を煩わさなくてもよかったんじゃない？それはうまく説明できないや。私にとって偶然できたみたいな感じだから。でも確かにあんたのおかげだよ、シキちゃん。精神空間で他人を弱くする能力はあんたしか持ってないからね。だからそんな風に呼ばないでって言ってるの。どちらが年上かもわからないし、おかしいでしょ。どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか、そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい。冗談よ、証拠が十分じゃないもの。ただ予想だけならできるわ。おそらく律者コアがあなたの手元にいないからかもしれないわね。でも博士はどうして直接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから四季の律者がかわいそうだよ。ちょっと何を言ってるの？別にかわいそうとかじゃないし、わけがわからない。キアナの方はどうでしたか？え？うん、メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。先に言っておくけど、私のサポートのおかげだよ。うん、四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修復できたんだ。なんだか物足りない。こう話すべきだよ。偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。わかったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。状況はもう把握したから。じゃあ、もう出発してもいいのよね。うん。二人がおしゃべりしてた時に、メイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。でも、向こうのエリアは想像よりもずっと広いから、手分けして探した方が効率的だと思うんだ。四人。ちょっと、そんな些細なことに私も入れないで。じゃあ私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし、それにあんたにしかできないことだから。私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ。でもここは月だよ。月にいたって力の安売りはしないよ。その後あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。きっとそのオットーという人もただ者ではないのでしょうね。彼はまあまあでしたよ。まあいい。彼の話はやめましょう。
嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに、500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると、本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が降臨していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌な奴なのかを分かっていないんです。その点においてはあなたを信用するわ。名博士、四季の律者戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。それはそれは、長い間お待たせしてしまってすみません。なるほど。でも急に楽園の景色を再び目にしたから、感慨深い気持ちになったわ。おお、メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。ふん、別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。でも誰かにサポートしてもらうって、具体的にどうすればいいの？律者ならさほど難しくないわ。私も四季の律者もあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私があんなことをするように彼女たちを導くなんておかしいでしょ。おかしい？ちっ、後でわかるから、あまり照れすぎないように。そんなの、あのケビンってやつしか知らないと思う。と言っても彼との戦いは極力避けたいよね。羅刹人の話だと、あの男の力が回復したら絶頂期の退去門派でも相手にならないんだって。へえ、昔は結構威張ってたのに、ケビンごときにそんなにビビるんだ。そ、いや違う、見た目は似てるけど、あんたは彼女じゃない。ズバリあんたが四季の律者だね。何何、喧嘩でもしたいのかな。四季ちゃんって師匠に対してはなんだかすごく厳しいね。あ、もしかしてカロスタンで、うん、こういう時は痛いところをつかないべきです、バカキアナ。あなたたちもだよ。ケビンと対峙するからって自信をなくす必要なんてある？私一人でもケビンと互角なんだし、こんなに人がいるんだから恐れることなんてないでしょ。互角？全力は出してないと思うけど、こっちも奥の手を残してあるし。とにかく本当に戦いが迫ってきてるなら、なおさら敵の士気を上げ味方のやる気を減らす必要はないでしょ。